皆さんこんにちは、サルです。今回の動画、きっかけはドンキで買ったメッシュ焚き火台でした。焚き火は根っからの爆燃派なので、これまでは薪を立ててくべるタイプの二次燃焼ストーブを主に使ってきたのですが、薪を横に寝かせる焚き火も楽しそうだったので、燃焼効率が良さそうなメッシュ型の焚き火台をチョイスしました。使ってみると実際に燃焼効率は抜群。それもそのはず、火床がメッシュなので通気性が良いからですね。まあ当たり前なんですけど。ただ何度か焚き火をやってるうちにどうしても気になることがありました。一つ目に、着火してから炎が大きくなるまでの間に煙がもくもくと大量に発生するんです。これがですね、風向きが悪いと煙たかったり、まあ、目に入っていたかったり、周囲に流れると周りにも迷惑だったり。次に、薪が一通り燃えて黒い炭になった時にメッシュの通気性が落ちるんですね。まあ、穴を塞いでしまうので。するとやはりまたそこからは煙が発生したり、追加でくべた薪が燃えにくいということなんかがありました。よくある焚き火台だと焼け終わった炭はロストルの隙間から下に落ちていくので、火床の通気性が悪化しにくいと思うんですけど、メッシュ焚き火台の場合、網目が小さいので下に落ちていってくれず、メッシュ状に溜まるのが少しストレスでした。そして3つ目、調理をするのに五徳がないので足つき網など何らかのプラスアルファが必要ということです。また最後に、高めのランニングコストですね。メッシュは一度使うと結構汚い感じに汚れてしまうので、次に出して使うときは私の場合少しテンションダウン。撤収の際は汚れが周りにつかないように小さく折りたたんで片付けたりすると、折った部分からさらに金属が劣化します。ただ毎回新しいメッシュで気持ちよく焚き火を楽しもうと思えば、その都度購入することになり、これが意外に高い。焚き火台本体が1400円から2000円前後で買えるのに対して、交換用のメッシュは単品で1000円前後かかるみたいです。本体価格に比べると網が割高な気がして、なんか少し損をしたような気もします。消耗品が高いのはめっちゃ残念で、最近これらの全ての悩みを一気に解決する名案を発見しました。これです。そう、これが全ての悩みを解決してくれました。なんと全て110円のアイテムです。まずダイソーの正方形の網ですが、これは紛れもない神ギア。ちなみに一辺が40センチもある正方形の網はホームセンターを回っても売ってなかったので、私が知る限りダイソーでしか買えません。とはいえ、最初はメッシュ焚き火台のメッシュサイズが42センチの正方形だったので、少し短いと思ってスルーしていたのですが、頭で考えるのと実際にやってみるのとでは違っていることも多いので、ダメ元で試してみました。入ったらすごいけど、ちょっと立ててやれば行きますよね。これはすごい。ほら、いいじゃん。はい、なんということでしょう。やはり何でも試してみることが大事ですね。40センチの正方形の網はメッシュ焚き火台につけてみると全く違和感がありません。違和感がないどころか、まるで純正品。これは気持ちよい。全然ありじゃん。切らんといかんかと思ったけど、全然その必要ないな。これだね。これで通気性もメッシュより数倍アップ。適度に弾力もあるし。どっちにせよ焚き火シートは敷くのですが、廃油気をどうするか考えています。もともと焚き火台に付属していたクリップが使えるか確認中です。とってもいい感じです。
クリップで2種類の網が同時セットできました。これで落ちる灰をメッシュで拾うことが可能です。この網の弾力がいいですね。通気性はかなり改善したはず。メッシュの劣化も軽減させることができそうです。これがいいかもな。網自体にかなり弾力があるので、ちょうど薪をホールドできて良さそうです。硬い頑丈な網よりこっちの方が良かったです。しかも網が使えると副産物がすごい。メッシュ状で燃やすと穴が開いてしまうからという理由で禁止事項になっていた炭の焚き火もできますし、平らな網だとクッカーを置いて調理したり、肉を網に並べてバーベキューなんかもできちゃう。またトングホルダーも付けられるので、肉用トングと薪用トングを吊るしておけば焚き火の炎にうっとり集中。なんと網ストッパーで固定することも可能でした。網ストッパーを使ってダイソー網を焚き火台本体にがっちり固定できました。おお、これなら止まる。ここバッチリやん。網ストッパーで四隅を固定してみます。入ったね。これ素晴らしいじゃん。うわいいね、これはいいわ。これでクリップをなくしたり、傷んで交換したい時なども安心。消耗品が100均で済むのは経済的です。メッシュ網ではできなかった応用技が満載。通気性が向上したおかげでほぼ煙を出さない焚き火が可能になりました。これでキャンプ場でなくてもなんと庭焚き火も可能なレベルでした。焚き火ストにとっては夢のようです。しかも汚れたら買い替えても110円、網の交換費用が10分の1で済むので、素晴らしい。Thank you.
素晴らしい成果です。網を2枚にした効果が大きいですね。これでメッシュ自体の劣化は少なめです。灰を片付けました。ダイソー網は数回ごとに交換予定です。